皆さんこんばんは、大です。ここはですね、JR 東京駅の丸の内口なんですが、今回は東京で見送ったサンライズを新幹線で先回りし、熱海から乗ってきたという動画でお届けしてまいります。寝台特急サンライズ瀬戸出雲号っていうのは、東京を22時ちょうどに発車し、横浜、熱海、沼津、富士、静岡の順に停車します。で、熱海の到着が23時21分なんですが、その約30分前の22時54分に東京サンライズが出てから12分後、22時12分に発車するこだま813号が熱海に到着します。そのため、東京で22時ちょうど発のサンライズ瀬戸出雲を見送った後、こだま813号に乗れば熱海で30分待ちですが、サンライズに乗り継ぐことができるんですよね。今回はその方法を使って、東京でサンライズを見送った後、熱海からサンライズに乗車していきます。今回使う切符の紹介です。乗車券は以前谷川406号に乗った際に使った越後湯沢から静岡までのものを使います。特急券は東京から熱海までのこだま813号の指定券と、熱海から静岡までの寝台特急サンライズ出雲の B 寝台ソロに乗車します。この時期のサンライズっていうのはものすごくガラガラなんですよね。本日も3割ほどしか乗車がないみたいです。で、本当だったらね、この区間のびのび座席でも十分なんですが、動画を回す関係でね、今回ソロの方を撮りました。また東海道新幹線の新横浜新大阪間っていうのは、在来線特急との乗り継ぎ割引が適用できるため、サンライズ出雲の B 寝台ソロには乗り継ぎ割引が適用されています。ということで、東京駅の丸の内中央口にやってまいりました。それではね、こちらの越後湯沢から静岡の乗車券を使って改札入場し、寝台特急サンライズ瀬戸出雲が発着する東海道線下りホーム旧10番線に移動しましょう。寝台特急サンライズ瀬戸出雲が発着する東京駅の旧10番線にやってまいりました。現在9番線には21時30分発湘南ライナー13号小田原行きが停車していますね。こちらの列車が発車した後、21時40分頃に回送列車としてサンライズ瀬戸出雲を入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。さて、9番線から湘南ライナー13号発車していきましたね。ということで、9番線には東京で見送って熱海から乗車する東京22時ちょうど発寝台特急サンライズ瀬戸出雲高松出雲市行きが入線してきましたね。東京22時ちょうど発寝台特急サンライズ瀬戸出雲は発車までまだ時間があるということで、現在9番線にて扉を開けて停車しています。今回私は熱海からの寝台券しか持っていないということで、ここ東京では車内に入ることができません。それではね、寝台特急サンライズ瀬戸出雲お見送りしていきましょう。さて、9番線からはね、寝台特急サンライズ瀬戸出雲高松出雲市行き発車していきましたね。それではあちらを熱海から乗車するため、東京駅の東海道新幹線乗り換え改札の方に移動しましょう。ということで、東京駅の東海道新幹線乗り換え改札にやってまいりました。それではね、こちらの新幹線乗り換え改札を越後湯沢から静岡の乗車券と東京から熱海までのこだま813号の指定券で通り抜けていきましょう。今回東京で見送った寝台特急サンライズ瀬戸出雲を熱海から乗るために乗車するこだま813号静岡行きは14番線から22時12分発です。さて、東京駅の東海道新幹線下りホーム14、15番線にやってまいりました。もうすでに14番線には22時12分発の
こだま813号静岡行きが停車していますね。それでは7号車指定席車両乗車口よりこだま813号乗車していきましょう。車内はこんな感じですね。東京22時12分発こだま813号静岡行きは帝国通りね東京駅を発車しました。このこだま813号静岡行きということで、今回静岡まで行くんだったらこのまま乗ってった方が早いんですよね。しかし今回はあくまで東京で見送ったサンライズを熱海から乗車するというのが目的なので、この列車を熱海で下車して熱海から寝台特急サンライズ瀬戸出雲乗車していきます。東京を出てから18分、列車は新横浜駅を発車していきます。現在サンライズ瀬戸出雲号は戸塚駅付近を走行しています。終点静岡まで各駅に停まる新幹線の各駅停車こだま号といっても、さすが新幹線、駅間では280キロ前後で走行しています。これならね、東京でサンライズを見送った後、熱海からサンライズに乗車できるのも納得です。ということで、東京を出てから32分、列車は小田原までやってまいりました。サンライズ瀬戸出雲号の現在地っていうのが、大船藤沢間です。現在、帝国より2分遅れで走行しているみたいですね。ということで、東京を出てから41分、列車は熱海までやってまいりました。この熱海駅っていうのはですね、東海道新幹線で唯一待避ができない駅となっています。それではね、乗ってきたこだま813号をお見送りしていきましょう。ということで、こだま813号、静岡行き発車していきましたね。それでは、在来線乗り換え改札の方に移動しましょう。さて、熱海駅の在来線乗り換え改札口やってまいりました。この改札口でね、こちらの越後湯沢から静岡までの乗車券とこだま813号指定席特急券を通していくわけなんですが、せっかくなのでね、このこだま813号の指定席券持ち帰りたいと思うので、有人改札に申し出てね、向こう員の方を押してもらうことにしましょう。すいません、記念に持ち帰りたいんですけど。はい、かしこまりました、お預かりします。先にこちら、すいません。はい、すいません。はい、お待たせしました。はい、すいません、ありがとうございます。さて、東京で見送った寝台特急サンライズ瀬戸出雲号をここ熱海駅から乗車するんですが、発着ホームは2番線23時23分とあと20分後なのでね、とりあえず2番線の方に移動しましょう。ということで、熱海駅の東海道伊東線下りホームに3番線にやってまいりました。現在3番線には23時5分発の伊東線伊東行き最終列車が停車していますね。で、この後23時21分にサンライズ瀬戸出雲入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。
熱海駅の3番線からは23時5分発の伊東行き最終電車が発車していきましたね。サンライズ瀬戸出雲号っていうのはここ熱海駅で JR 東日本から JR 東海の乗務員に交代します。で、列車の入線までまだ少し時間があったということで、ちょうどサンライズ出雲に乗務する方がここを通りかかってですね、車内改札を先に済ませていただきました。ということで2番線には東京で見送った寝台特急サンライズ瀬戸出雲高松出雲市行きが入線してきましたね。こちらの列車に3つ先の静岡まで乗車していきます。それではね、10号車の B 寝台乗車口より寝台特急サンライズ出雲乗車していきましょう。今回使用するサンライズの設備っていうのは B 寝台ソロです。で、使用する個室っていうのが2番個室ですね。2番個室っていうのはこの扉から入って手前から2つ目の個室ですね。それでは入っていきましょう。扉を入るとこのような感じでね、個室が並んでいます。で、利用する2番個室っていうのはここですね。それでは B 寝台ソロの個室内を紹介していきます。まず扉を開けるとですね、下から1段、2段、3段と階段を上っていきます。そうすると布団がありますね。ソロというのはサンライズの個室の中で一番安くて狭いところです。で、布団に乗ると斜め上には荷物置き場がありますね。そしてハンガーもついています。耳元には時計がありますね。で、ここには掛け布団と枕、そして浴衣があります。ここのボタンは電気がついたり消えたりします。で、コンセントがあって、下には袋とスリッパ、ここにはコップがついていますね。そして出かける際はこのように扉を閉めてレバーを高い位置まで持っていきます。で、その後暗証番号、今回は適当に111にしておきましょうか。で、シャープボタン、これで鍵が閉まっています。鍵を解除する際は先ほどの暗証番号4桁を入れれば勝手に解除されて開くようになります。 B 寝台ソロの個室こんな感じですね。あそこに見える光はですね、三島行きの最終の小玉号です。ということで、熱海を出てから35分、寝台特急サンライズ瀬戸出雲は富士駅を発車していきます。次の停車駅がね、下車駅の静岡です。あと20分ほどでね、到着します。さて、列車は現在興津駅を通過しています。下車駅の静岡まではあと10分ほどということで、そろそろね、降りる準備をしましょう。ということで、熱海を出てから56分、列車は静岡までやってまいりました。それではね、乗ってきたこちらのサンライズ瀬戸出雲お見送りしていきましょう。ということで、静岡駅の4番線から
寝台特急サンライズ瀬戸出雲発車していきますね。東京で見送ったサンライズ瀬戸出雲号を新幹線で先回りし熱海から乗ってきた動画いかがだったでしょうか。岡山伊勢の高松出雲市方面に乗り継ぎ割引を、ね、適用させて移動したい場合はぜひ、ね、この方法を使ってサンライズ瀬戸出雲乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。